でフィリピン人の選手ってなんか体強いイメージなんですけど、フィジカルトレーニングやってるよね。やってる。あの生まれ持って強いとかじゃないと。日本は本当ここ何年かですもんね。日本ここ10年弱ぐらいじゃないですか、うん、そのフィジカルトレーニングを別でトレーナーつけてやるとか、フィジカルトレーニングジム行ってやるとか。だから遅かったよね。他の競技はやってたじゃん。俺が選手の時にいた同僚の選手とか先輩の選手でフィジカルトレーニングやってる人も多分一人もいないと思う。でもまあ日本の今のいい選手はさ、なんつうの、やっぱアマチュア出身の選手がやっぱ期待されてる選手が結構フィリピンから連れてきたやつらもバタバタ負けてるじゃん。そういうの多いよね、ここ最近ね。まあ苦手なんじゃないですか、ああいうタイプ。やっぱアマチュアでいないから。そう、やっぱりそのセオリーっていうのがあるから、日本あのやっぱジャブ打ってバンツー打ってっていうセオリー無視で戦ってバンバン来られるとやっぱひるんじゃうところもあるんだろうね。大体みんな右フックで倒されてるんじゃないの。そんなイメージない。うん、だってアマチュア選手の時も喧嘩したこともないような感じじゃん。いや、そういやいや、そうなんですか。喧嘩慣れしてきてるやつって分かりますよね。なんかボクシング見てても、今もアマチュア出身って言ってさ、やっぱいろんな選手がやっぱいろんな順番でデビューしてる。6回戦デビューとかあってね、もちろんこういうのも出たり、そういう選手出たりしたけど、まあ大したことないもんね、はっきり言って、うん、大したことないですよ、大したことないです、本当は。いくらアマチュア30勝何敗って言ってももうこんなんなら別に叩き上げて4回戦で、それ4回戦の時、6回戦の時は勝てないかもしれないけど、まあね、10戦くらいプロでキャリア積めばどうにでもなろうと思うような選手もたくさんいる、はっきり言って。使っていいんですよ、根源的なものを持ってる。そうだね、結局ボクシングって競技になっちゃってますね。俺らが若い頃ってボクシングってやっぱさ、なんつうの、そんなアマチュアの僕が10代の頃なんてさ、やっぱガチンコとかやってた時代で、畠山さんがもう超トップスターだったからさ、でも不良から拳一つで成り上がるみたいな、明日のジョーもそうじゃん。それで俺は憧れてボクシングやったけど、そっからやっぱ時代が変わってさ、要は今子供の頃からボクシング、昔の俺らの子供の頃なんて、子供の頃からボクシングなんて親絶対やらせなかったじゃないですか。いないよね、そんなことで。でも今ね、そのこれだけやってる15、アンダー15とか行くと、親がもうすごいじゃん。野球、サッカーを応援するように応援してるから、時代は変わったなと思うしさ。それがいいのか悪いのか分かんないよ。昔のはボクシングだよ。でも今はみんなアスリートだよね。ああ。もうさ、昔の人なんてそれこそさ、酒飲んでタバコ吸って何してもでも練習はするみたいな、朝のロードワークはする、でボクシングの練習はする、サンドバッグ打つ、ミッテンでスパリングやるって。もう今の選手たちはもうそれこそさ、しっかり栄養プロテインとかなんか取ってやってるじゃん。でフィジカルトレーニングも取り入れてるし、みんなさ、だからもうアスリートが知ってるよね。でもその根源的な強さっていうのがあるわけよ、やっぱり、うん、そのリングの上でさ、1対1になった時やっぱ喧嘩強いやつらね、そういう本質的なもの、特に後半になってきたらやっぱ出るよね、リングで人間性っていうか、今まで培ってきた経験っていうか出ますよね。やっぱりフィリピン人、それの塊だよ、フィリピンのボクサーって。やっぱ人たち暮らしてるっていうか、もうね、でも見栄えは上手くないんだよ別にね、見栄えがいいわけじゃないじゃん。でもそういう強さってあるよね。まあカシメラは本当そう、まあ、カシメラはもう典型的な、ていうかフィリピンのボクサーっていうのがまあそうじゃない。だからもう名古屋ってボクシングの技術とかそういうね、こうグラフでじゃあどっちが上かっていうと、かなり差が出て井上尚弥が圧倒的だと思うけど、ボクサーカシメラっていうか剣闘家っていうか、その一人の男としての強さをカシメラは持ってると思うから、だから怖いよね、そのオスとしての強さ、男としての強さがやっぱあると思うから、他の選手を抜きに出てるようにあるから怖さがあると思う。テテの試合で倒したのって、ああいう距離だったりああいうポジションの時にそのテテはこっちに頭ずらすみたいな、そこに合わせて打ちに行ったみたいな感じですか、あれ。いや、そうでしょ、もうものそうだと思う。やっぱサウスポーはでもこれ大体そうだね、サウスポーは大体こっちに頭倒すから、その代わりそこまで踏み込んでいくわけじゃん、一気に踏み込んで
それはだからもうこうやってさ、でも1ラウンド、3ラウンド、何ラウンドとか覚えてないけどさ、前半だよね。前半っす。でも4ラウンドでしょ、あんたは。でもずっとほとんど手出さないでさ、ぐるぐるぐるリンクの周り回ってさ、手手に打たしてさ、それこうやって、もうこれだけでいなしてさ、できる時に締めてみる、うん、でもあのまま12ラウンド何もできなくて終わる可能性もあるけどね、うん、全然。もう一回やったらどうだって言ったら分かんないけど、でもそれも一発勝負じゃん、ボクシングなんて。まあね、狙ったのか、うん、まあでも狙ってんじゃない、あのパンチの仕方は狙ってやってると勝負強さを持ってるよね。まあ、パンチが強いっていうのは、あんだけ振ればね、だから強いよ、自信持って振るじゃん。なかなかあんだけ振れる選手いないでしょ。いそうでいないよ、あれは。練習の時はいるよ、バンバン振れるのいますよね、ミッドだ、サンドバックだ。それがスパーになったら振れる選手が半分以下になって、試合になったらもう半分以下になるから、で自分に自信を持ってる、自分のパンチに自信を持ってる、あとは打たれ強いからできると思いますよね。まあ、確かに思い切り打ち込める選手って強いですよね。なかなかいないじゃん、日本で。それに相手が怖さを覚えますからね。怖いよ、相手が自信満々に振ってきたらさ。なんか勅使川原選手とか栗原選手とか、なんかそういうの感じるっすね。ああ、そう、躊躇なくいくなみたいな。結局ロボットとロボットのさ、戦いじゃないからさ、リング上はやっぱお互いの精神状況っていうのもかなり左右されるじゃん。勝手に重くしてきたらさ、やっぱボクシング技術的にはもちろん高いんですけどさ、うわ嫌だなとかさ、うわこれ重くしてくるなとか思ったら、もうその時点でもう上回られちゃうもんね。カウンター取れないですね。うわと思った瞬間にカウンター取れないよね。まあでも持ち合わせてるんで、俺は何で誰よりも持ってるの、それ持ってるの井上尚弥だと思うよね。ああ明らかにそうでしょ。カーンってドーン行くよ。ねえ、オフニー選手も言ってたけどさ、ねえ、まずまあドンってグルムタッチさ、でまずはさ、こうやってお互いジャブ出してさ、まあこうだよねみたいなところあるじゃん。ああ来るね、1ジャブからね、1ジャブ来るね。まず初球さ、ねえ初球外角の低めにちょっと変化球投げるじゃん、相手が強打者だったら。いきなりドーン真ん中にストレートを投げてきたらさ、バッターもびっくりするよね、逆にね。でもそれを一番持ち合わせてるのはカシメロじゃなくて井上の方だよ。みんな井上、カシメロは何してくるか分かんない、何してくるか分かんないって言うけど、もう俺は井上の方だと思う、一番は。まあ井上の方がこう引き出し多く持ってるよね。カシメロは多分1個か2個、2個ぐらいしかないでしょ。一連のカーンと始まって何をやるっつって2個、どっち井上10個ぐらいでしょ、うん、ドーンくるじゃん。もう俺も試合が始まってぶったまげるのはカシメロじゃない、うん、と思うけど、俺は。俺それぶったまげないと思うんですね、カシメロ。うん、あ、そうかな、カシメロがテテみたいにあんなにこんなこと言ったらもうお勝負早いと思う。バーンって踏み込んでもう行っちゃうと思うけどね、俺は。でもまあカシメロがガンガンプレッシャーかけたらすげえ面白い。カシメロ今までいろんな選手でやってきても、まあ名前が一番強いからね。